皆さんこんにちは。せーの、クジラ夜の街です。さあ皆さん、クジラ夜の街、はい、ワンマンツアー6歳が、はい、6月3日広島公演から始まります。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。はい、春めく詩小説を引っ提げた、はい、今回ワンマンツアーとなっておりまして、僕たちの結成6周年もね、はい、同時にお祝いしているということで、はい、非常に気合が入ったツアーとなっておりますが、はい、ここでですね、メンバーの皆さんにですね、はい、それぞれ二字熟語で、はい、ちょっと意気込みの方を聞いていきたいと思います。おわ、佐伯さん、全力、畑さん、凌駕、薫さん、号泣ということですけどもね、まあね、それぞれのその意気込み、はい、ちょっと達成できたらいいかなと思いますので、はい、ぜひぜひね、またあの春めく詩小説の方もですね、あのリリースいたしましたので、はい、そちらの方もぜひ聞いてみてください。仙台公演の方の日程はですね、6月16日仙台マカナで、はい、行われますよ。はい、いやこちらもですね、はい、仙台は何回か来てるんですけれども、はい、とても熱いライブができるんじゃないかなと思いますので、はい、皆様に会いたいです。仙台で限界を突破します。ああ、いいですね。失礼しました。前回のライブもね、おお、ちょっと陰謀踏んでいくという感じなんですけれども、弁解の地ないわもう。おお、いいですね。まあ年内には売れたいね。いや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 、もういいですよ。わかりました。天才かよ。ありがとうございます。っていうバンドです。そう、っていうバンドじゃないです。、はい、というわけでね、仙台マカーで皆さん会いましょう。はい、ありがとうございました。クジラ夜の街でした。ます。